はい、今日の一品です。まずは厚揚げですね。これにこんがり焦げ目がつくまで焼いていきます。焦げ目がついたら一度お皿に取り出して、今度は厚みのある椎茸ですね。生椎茸をちょっと厚めに切って、これもフライパンで焼いていきます。焦げ目がついたらちょっと水を入れて完全に火を通し、ここにめんつゆですね、2倍濃縮めんつゆ、そして白だしを少しだけ入れます。そして水溶き片栗粉でとろみをつけたら、いい感じにとろみがついてきましたね。これを先ほどの厚揚げにかけていきます。あんかけ揚げ出し豆腐完成です。お弁当にどうぞ。